おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、こちらですね、今週追加されたクラブを3冠達成に導いたレジェンド、ロイ・キーン登場、マンチェスターユナイテッドガチャ解説させていただけたらと思います。ってことで早速やっていくんですけど、まあ悔しいことなんですが、マンチェスターシティがねトレブルを達成したんですよね。なのに今ユナイテッドっていうところに、私はねユナイテッドファンなので嬉しいんですけど、このタイミングでユナイテッドを出すところにね、この運営さんの現実世界とのリンクをね考えてないところが本当に伺えてしまってね、ちょっと寂しいんですよね。全然いいんですけど、逆の立場だったらシティファンの人許せないような気がするんですよね。なんでトレブル達成したタイミングでユナイテッドガチャなんみたいな、もうちょっとなんか現実世界とリンクさせようぜみたいなね、ところが聞こえてきそうですが、はい、私はユナイテッドファンなのですごい嬉しいですので、早速やっていきましょう。ちょっと今日ですね、だいぶ声がやばいかなと思うんですが、いろいろ仕事があれなのでお許しください早速やっていきます。で、今回のこのガチャなんですけど、いろいろね、言いたいことはあるんですが、基本的にはいつも通りの感じです。星5選手が5人で1人当たりが 2%、 合計 10% のガチャになってます。ラッシュフォード、アントニー、ロイ・キーン、ルーク・ショー、リンデレフというところで、特にね、左、レフト、ミッドフィルダー、ライト、ミッドフィルダーと、ラッシュとアントニーがね、それぞれミッドフィルダー登録になってます。ただ、見ていただいたら分かる通り、ラッシュは当然、レフト、ウィングまでできますし、アントニーもライト、ウィングまでできる設定できているので、ミッドフィルダー登録ではありますが、比較的使いやすい両名かなと思います。ここいいところだね。一つネックとしては、特別獲得枠っていうところが、ステップ1、3、5、7、9で20、20、30、40、50と、正直そんなに高くないですよね。で、プラスでですね、いろいろ言っていくと、交換チケットが300連しないと手に入らないっていうところがありますので、なんていうのかな、例えば正直ちょっと 2% なので、100連しても出ないということも考えられるかなと。どうしても欲しい選手が100連で出なかった場合は、交換チケットが手に入りませんから、300連までいかないとね、ちょっと手に入れるのにプラスでガチャを引かなければいけないっていうハードさは、あるのかなというところが、まずベースのガチャの感想ですね。ただですね、ロイ・キーン1万5000球というところで、この間来たクリスティアーノ・ロナウド同等以上の性能できてますから、そういうことを考えると、低確率っていうのはありつつも、一定ね、価値っていうところはあるガチャなのかなとは思います。ロイ・キーンの総合値が 15,300 ですから、クリスティアーノ・ロナウドよりも300高いというところが、やはり魅力的ですし、能力の構成的にもね、クリスティアーノ・ロナウドちょっとドリブルできないレフトウィングっていうところがあったんですが、キーンに関してはクリルナほどね癖が強い能力構成はしていないので、そういうところも含めてね、今回のガチャ解説とさせていただけたらと思います。そしたらね、選手の性能を見ていきましょう。まずはビクトル・リンデレフですね。11,800のサイドアタック、センターバック、ディフェンスリーダーでございます。私個人的にはね、結構このリンデレフの性能ピンとくるというか、悪くないんじゃないかなと思いますね。総合値12,000球というところで、正直リンデレフね、今季バランとかね、怪我メインのファーストチョイスのセンターバックが怪我する際は、出ること多かったですが、やはりねトップクラスの選手ではないと正直、思っておりますので、そうなると1万2000っていうのは現実的にはありなのかなと。ただ特徴はすごく優秀で、結界でねパスパスカット特大アップだとか、鎮圧でタックルマークダイアップのようにですね、守備力しっかり上がってますし、メインスキルのスパイシーパスカットも発動するごとに相手フォワード選手全員のスタミナを下げつつ、味方ディフェンス選手全員のスタミナを消化回復すると、すごく優秀なパスカットスキルですから、ここも彼の魅力的なところかなと思いますね。
まあ、ただビクトル・リンデレフに関しては個人的にはリンデレフを使うというよりはどっちかというともう割り切ってスパイシーパスカットの餌っていうような見方をしてもいいのかなとは思います。もちろんねサイドアタックのセンターバックディフェンスリーダーが全くいませんって方はリンデレフ使っていただくのね何の問題もないと思うんですが、ある程度ねやっぱり守備陣揃ってきてますよって話になっちゃうと、まあ、なかなかちょっと今回リンデレフの出番っていうのはアレックス・サーブ・ファーガソン監督の元ではないのかなと思います。まあ、特に今回のファーガソン監督なんですけれども、素晴らしいね、本当に個人的にはねすごい好きな監督なので素晴らしいと思うんですが、センターバックに別に指定がないのでそうなってくると、まあ、果たして1万2000ない選手をねどこまで起用していくかっていうところは、まあ、考えなければいけないのかなと思います。さあそしたらですねお次見ていきましょう。ルークショーですね。今回のルークショーはバンディエラ特徴持ちになってます。マンチェスターユナイテッドの新年ということで、まあ、素晴らしいですね。ただまあ一つネックとしてはサイドアタックの選手の能力上昇はないので、そちらの上昇もかけたいとなると違い選手を呼んでこなければいけません。1万2000のレフトサイドバックですね。カットチャージでパスカットタックル発動タイアップしつつ、スティルハントでマークパスタイアップ、刀剣の方向でタックルパスカット大パスカット中ということで、パスが中ということで、まあ本当にね守備とパス、ここに能力割いているなという印象です。まあ、現実世界でもルークショーを自分で運べる選手ではないので、正直ねいいクロス本当に、22-23 シーズンこそいいクロス何本か見せましたが、やっぱりパスもそこまでね本当にいいもの出すねっていうほどではないので、まあ、そうやって考えるとこの能力構成も妥当なのかなという感じです。ただタックル AA パスカット AA と守備がしっかりできる、でプレスタイルもバランスサイドバックということで守備にも期待できるし、特にルークショーに関してはメインスキルのデスパレートが1対1に優秀なタックルスキルなので、1万2000とはいえ個人的には文句なし、素晴らしい性能だと思います。さあそうしたらね今回の大当たりロイキーンいきましょう。素晴らしいの一言です。まずキャプテン特徴、自分自身のバフにならないのが1個キーンの弱点ですね。彼のキャプテン特徴はフォワードにしか発動しないので、キーン自体の持ってる特徴は2個だけになっちゃうんですよね。まあ、ただこの赤い悪魔の猛将に関してはサイドアタックの選手のドリブルを特大アップ、シュートマークダイアップということで、まあ、マークダイアップは一定置いておきつつもドリブル特大アップは嬉しいですよね。ただ1個だけ欠点を言うと、今回のアレックス・ファーガソン監督フォワードの選手配置ないのでセンターフォワードしかないので、ちょっとこの赤い悪魔の猛将のキャプテン効果が発動する範囲が狭すぎるかなとは、ちょっとファーガソン監督とは相性悪いんじゃないかなとは思います。ちょっとねフォーメーション見ていくと分かりやすいんですけど、今回のファーガソン監督ここミッドフィルダーなんですよね、起用がね。そうやって考えると発動するのってセンターフォワードだけなんですよ。ちょっとこれは正直ね結構がっつりもったいない気がしちゃいますね。まあ、ただ特徴もう片方の遮断の熟達者では連達者かな、パス特大アップディフェンス能力大アップということでしっかり守れますし、まあ、アジャイルパスカットっていうねすごく優秀な味方ゴールキーパーとミッドフィルダー選手全員のスタミナ値を回復する素晴らしいパスカットを持ちつつ、タックルも SA ということでしっかり守備もできる、その中でパス SS もありますから、まあ、文句なしの性能なんじゃないかなと思います。 A ランクのディメンションはそこまでいいスキルではないですけど、まあ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 かな、しっかりしたタックルスキルつければ十分守ってくれる選手じゃないかなと思います。お次アントニーですね。ライトミッドフィルダーでライトウィングもできます。右サイドの天風ということで、右レーンのサイドアタック選手のパスタックルをダイアップ、かつセンターバックレフトサイドバックの選手のパスカットダイダウンということで、まあ、こちらも優秀な特徴持ちですね。エリアの剣王も素晴らしいです。14,000球とはいえエリアの剣王の、ね、特徴の優秀さ、あとはレーン特徴の素晴らしさを考えると、まあ、本当に特徴3つですが十分じゃないですか。オプティマスロングも優秀ですし、マーベラストラップも優秀です。今期ね本当にまあまあな活躍をしたアントニーかなと思います。来季に期待ですね。ライトミッドフィルダー、ライトウィング両方できて14,000でこの特徴であれば、で能力もねシュート SS ドリブル AB ということで、まあ、文句なしの性能しておりますので、こちらも悪くないかなと。
そして最後マーカスラッシュ4ですね。こちらも14000特徴3つです。マルチクリエイター、シュート、トラップ、特大アップ、パス大アップ、ゴールベナラー、シュート、ドリブル、特大アップですね。トボンドリブル持ちです。ラッシュに関してもウィングミッドフィルダー両方できるっていう強みが魅力的ですね。ドリブル SS、 シュート SA ということで、アントニーよりも自分で局面打開できる選手かなと思います。うん、いいですね。連特徴と何か特別なものがあるわけではないですが、まあ今のマンチェスターユナイテッドのねエースといえば、今季も30得点決めてるのかな、マーカス・ラッシュフォードかと思いますので、まあ、性能的にも文句なしかなというところです。まあ、ただここまで見てきて思うんですが、私ね個人的に本当にユナイテッド大好きなのでめちゃめちゃ期待してたんですけど、じゃあラッシュフォードとかアントニーってどれぐらいの性能なのっていうと、やっぱメッシュとかとね総合値が同じ中で、まあ、特徴のクオリティだとかっていうところは、劣っていると正直ね思います。プラティニメッシに関して言うと、まあこのトップクラス、プラティニメッシみたいなトップクラスの選手には及ばないかなっていうのが印象ですし、分かりやすいレベルで言うとビジャレベルかな。特徴3つの14000級、シンプルにビジャと同等程度って考えると分かりやすい気がしますね。でロイキンに関しても本当にねトップオブトップかと言われるとなかなか難しくて、能力に文句があるわけではないんですが、やはりねこのキャプテン特徴がファーガソン監督の下で使うにはちょっと正直物足りない。フォワードの選手が1人しかいないのでね、で自分自身の特徴でスタミナ管理等も特徴ではできないと、一旦やっぱスキルが優秀なのでこれでまあカバーするとはいえ、まあ、正直そこまで大きくね現状環境を変えられる選手ではないのかなと思います。ってことでですね、個人的には今回ユナイテッドファンの方だったらねロイキンとか取りに行ってもいいかなと思うんですが、そうじゃないのであれば一旦待機でもいいかなとは思いますね。まあ、こうやって言っちゃうのはユナイテッドファンとして心苦しいんですが、まあ、ちょっとねやっぱ14000級、特徴4つとか、まあ、中央のレーン特徴とかそういう素晴らしい選手が来ているわけではないってことはねお分かりいただけたらと思います。ってことで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様の勇気ゲームラヘ乗ってます。豆腐でした。バイバイ。